タフテバヒ出土の仏像タフテバヒは、紀元前一世紀に遡ることができる仏教遺跡である。パキスタンカイバルパクトゥンクは州の都市であるマルダンから約 15km、ペシャーワルからは北西に 80km 離れた場所にある。タフテバヒは、近くにあるサワリバハロールの都市遺跡と合わせて1980年に国際連合教育科学文化機関の 世界遺産リストに登録された。タクトとはペルシャ語で玉座を意味し、バヒとは水あるいは泉を意味する。タフテバヒーはガンダーラ平野を見下ろすことができる丘の上に建設され、近くには川があったことからこのように呼ばれている。タフテバヒー二寺院が建設されたのは2世紀中要であるクシャーナ朝のカニシカ王が造営した。敷地自体は 南から北に行くに従って標高は低くなっていて、ほぼ正方形の形をとる。南の高台にはメインストゥーパが建設された。メインストゥーパから北に向かうと参経者によって奉納された35基のストゥーパが現存するストゥーパの中庭に出ることができる。ストゥーパの中庭からさらに北に歩を進めると中庭を囲むような形で総員の遺構が残っている。また、 西側にはテラスがあり、テラスの地下には瞑想用と思われる地下室がある。ありがとうございます。